クロガークイーンシティ選手権最終日、渋野日向子は北米3連戦を終えて、もう1段階、2段階、自分のレベルを上げないと戦える場所ではない、と厳しい表情で振り返った。オハイオ戦の最終日は2バーディ3ボギーの73で1つ落とし、トータル4アンダーの36位タイ。この3戦はいずれも予選を通過したが、上位の背中は同かった。通らないといけない3試合だった、と予選通過は最低ラインで、さらに上位進出を目指した3試合だった。10月以降のアジアシリーズ出場にはポイントランキングを上げる必要があったことから、成績を求め、50位、41位、そして36位と徐々に順位は上昇。それでも、通ったとはいえ、結果が出せていないのはすごくもどかしい、とランキングを上げるほどのポイント獲得ならず、反省点がまず先に浮かぶ。この日同組で回ったメルリード、イングランドとリュウヤン、中国のビッグドライブから、数十ヤードは後ろで毎ホール打つことになり、あれだけ置いていかれるとコースが違くなる、と、これまでは飛距離アップに言及してこなかった渋野日向子が、地道に体も作ったりしたい、と飛距離も今後の課題として挙げた。3週間で12ラウンド目となったこの日のプレーでは、昨日よりも体が少し動いてないかなと思うようなショットが多かった、とショットが暴れ気味、手が先に出てしまって、右にも左にも行くし、非常に残念です、と、これからの試合での予選突破、決勝ラウンドでの上位進出に向けて、体力面の強化も視野に入れる。このままでいけば、ポイントランキングは大会前の72位から大きく変わらない見込み。4位草目の TOTO ジャパンクラシックを含むアジア4連戦の出場には少し前進したが、上位選手のエントリー状況に委ねることになる、シードも危ない、と話していた通り、まずは来季のシードを獲得、そして来季に向けて自信をつかむ結果を求めて、終盤戦に入る。渋野日向子5バーディーで22位浮上を目指すは5位以上。第3ラウンドが行われ、65位から出た渋野日向子、24イコールサントリーが4連続を含む5バーディー、1ボギーの68で回り、通算5アンダーで22位に浮上した。笹生優花、22イコールフリーが通算11アンダーで、首位と4打差、日本勢最上位の5位につけた。ミンジリー、27イコールオーストラリアが通算15アンダーで首位に立った。渋野日向子はショットとパットが噛み合い、後半4番から4連続バーディーを決めるなどスコアを伸ばし順位を上げた、グリーンはコンクリート並み、とその硬さに苦笑しながらも、今日はパットに助けられた。いい流れでできました、と満足そう。アジアシリーズへの出場資格は今週終了時の年間ポイントで決まる。現在72位の渋野日向子と目安となる60位との差は100ポイント以上。自力での出場資格獲得へ、最終日も5位以上へのジャンプアップを目指す。下向き黒三角5位、笹生優花風向きも変わって気温も昨日より少し寒くて変わった天気だったけどアジャストできてよかった、2つ伸ばし、首位と4打差で最終日へ。下向き黒三角10位、畑岡奈紗後半は縦距離がうまく合わず、パッティングもエッジを通り抜ける感じでした。読みというより一筋うまくいかなかった。渋野日向子は 1.5 メートルを沈めてパー発進。畑岡奈紗と笹生優花はこの後スタート。米国女子ツアーは最終日の競技が始まっている。渋野日向子は日本時間の午後11時3分にアウトコースからスタート。最初の1番ホールでいきなりピンチを迎えたが、1.5 メートルのパーパットをしっかり沈めてコースに飛び出した。トータル5アンダー、22位タイから上位進出を目指す。日本勢は4人が決勝ラウンドに進んでいる。西村優菜はトータル2アンダー、39位タイから日本時間の午後9時57分にアウトコースの第1組でスタート。2番でバーディを先行させたものの、4番パー5でダブルボギーが来て、トータル1アンダーで現在6番ホールをプレーしている。この後、トップを7打差で追う畑岡奈紗は午後11時47分、4打差の5位タイにつける笹生優花は日本時間の11日午前12時9分に、いずれもアウトコースでティーオフを迎える。3日目を終えてメジャー2勝を含むツアー通算8勝のミンジーリー、オーストラリアがトータル15アンダーで単独トップ。2打差のトータル13アンダー2位タイにはチャーリー・ハル、イングランドとチェン・ペイユン、台湾がつけている。
西村優菜の最終日はパー発進、渋野日向子は午後11時3分にスタート。米国女子ツアーは最終日の競技が始まっている。西村優菜はトータル2アンダー39位タイから日本時間の午後9時57分にアウトコースの第1組でスタート。出だしの1番ホールをパーとしてコースに飛び出した。日本勢は4人が決勝ラウンドに進んでいる。渋野日向子はトータル5アンダー22位タイから日本時間の午後11時3分にアウトコースからスタートする。また畑岡奈紗は午後11時47分、笹生優花は11日午前12時9分にいずれもアウトコースでティーオフを迎える。3日目を終えてミンジーリー、オーストラリアがトータル15アンダーで単独トップ。2打差のトータル13アンダー2位タイにはチャーリー・ハル、イングランドとチェン・ペイユン、台湾、トータル12アンダー4位にはモーガン・メトロー、スイスがつけている。笹生はトータル11アンダー5位タイの好位置から逆転優勝を狙う。ミンジーリーが防制して今季初優勝、笹生優花5位、畑岡奈紗16位、渋野日向子36位。米国女子ツアー、クローガークイーンシティ選手権は全日程が終了。ミンジーリー、オーストラリアとチャーリー・ハル、イングランドがトータル16アンダーで並び、プレーオフへ突入。2ホール目をバーディとしたミンジーが制し今季初優勝、昨年6月の全米女子オープン以来となる通算9勝目を飾った。チャーリーは今季4度目の2位フィニッシュ、トータル14アンダーの3位にイン・ルオニン、中国、トータル12アンダーの4位にアリー・ユーイング、米国が続いた。日本勢では72でプレーした笹生優花がトータル11アンダーの5位タイ。今季8度目のトップ10入りとなった。同じく72で回った畑岡奈紗がトータル8アンダーの16位タイとした。2バーディ3ボギーの73と落とした渋野日向子はトータル4アンダー36位タイ。西村優菜は71をマークし、トータル3アンダーの41位タイで4日間を終えた。